自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理痛の治療について。今回も福田病院産婦人科医関東由紀子先生です。どんな治療を行うのですか？治療法としては痛み止めの処方、お薬の処方などを一番に考えられると思いますが、症状に対するアドバイス、対処方法のアドバイスなどもあります。例えば月経の時にお腹を温めたり腰を温めたりすることで症状が和らぐこともありますし、適切な運動や栄養補給、それから睡眠などリラックスできる環境を整えることで症状が緩和されることもあります。治療としては一般的には痛み止め、特にプロスタグランジンという物質に有効な非ステロイド系の消炎鎮痛剤、NSAIDsと言われるものがあります。鎮痛剤の使用の方法を含めて、どういうふうに飲んでいただくとか、そういう症状があれば他のお薬を追加することで緩和することもできますので、まずはそれをご相談いただいて、患者様に合わせて適切に処方していきます。また月経痛が起こることで、それに対する恐怖心から過剰に鎮痛剤を摂取されている方もいらっしゃいます。この場合に、胃潰瘍とかその消化管の粘膜を傷つけたりしていることもありますので、合わせて、お薬を処方したりすることも可能です。生理痛の受診についてアドバイスをお願いします。まずはご自身の体の状態をきちんと把握していただくこと、これには診察が必要になりますので、まずそういった診察を受けて、でその症状に合わせた治療法というのを、患者さんと相談しながら選択していくことになります。月経困難症の場合には、まずは子宮や卵巣などに異常がないかというところを確認していきます。でもしその異常がなければピルなど月経自体をコントロールするためのお薬、それから漢方薬などもあります。痛み止め以外の治療法も提供していくことができますので、その点もしておいていただけると受診しやすくなると思います。辛い症状があればぜひ産婦人科に相談してみてください。生理にまつわる痛みや症状は我慢せずに産婦人科に相談しましょう。かかりつけの産婦人科を持つことは女性にとってとても大切です。番組テーマの女子ワードも募集中、専門医があなたの悩みに答えます。自分の体を知って素敵な女子ライフを。